カメラ待ってた。皆さんご機嫌や、つんです。なんか、たこ焼き器置いてありますね。今日、たこ焼きって言った。おやお、お、始まったよ。あれ？え、いつもとなんか違うじゃん。いつもはもうちょっと始まるよ、みたいな。あれ、今日たこ焼き？違います。はい。でも、たこ焼き器が。たこ焼き器は使えますけど、たこ焼きではございます。何するの？またそうやってもったいぶるんだから。肉巻きおにぎり作ろうかと思ってます。肉巻きおにぎり？肉巻きおにぎり？たこ焼き器が動いてるよ。 TikTok とかで流行ってるみたいで、ちょっと動画が上がってて、見てたらめっちゃ食べたなって。肉巻きおにぎりって食べたことないかも。つんちゃんもない。じゃあこの機会に、ぜひ。よかったね、お母さん。食べてください。はい、楽しみです。はい、じゃあ作っていきます。はい、お願いします。じゃあまずおにぎり作っていきますわ。はい、もう見ているだけでいいんですか？大丈夫だと思います。はい、ちょっとやってみます。むちゃ熱そうやな。どれぐらいやろね、大きさ。また適当にやる気でしょう。絶対大きく作る気するな、つんちゃん。絶対多くない？お父さん。多いよね、それ。どう考えても多いよね、お父さん。見て、ちゃんとたこ焼きが。たこ焼き入れるサイズ見て。ほら、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 そこにちょっと今比べりゃいいじゃん。ちょっと減らせばいいじゃん。減らせばいい。え？減らさない。そこ減らさずに。なあ。全然違うじゃん。どうなってんの？お父さん。え、そのまま行く？うん？どうした？今度何が始まった？お母さん、お父さん、どうした？お寿司屋さん。お寿司屋さん？お寿司屋さんですか？顔で握る寿司屋。いや、こっちのセリフ。材料は至ってシンプル。ほんとだね。ご飯と、ネギと、焼肉のタレ。で、焼肉のタレは、つんかも僕もあんまり甘いのが好きじゃないからさ、塩だれにしてみました。あ、はい、嬉しいです。 OK、 じゃあとりあえず15個作ったんで、はい、お肉巻いていきましょうか。はい、さあさあ、初めての肉巻き、うまくいくでしょうか。じゃあ最初に作った特大をまず巻きたいと思います。大きいね。大きい。お、一番初めに本物にチャレンジ。丁寧に丁寧に巻いておりますが、果たしてたこ焼きのサイズに収まるのでしょうか。あ、上手上手。ちょっと特大入る？入る？いや、厳しいでしょう。押し込みましょうか。彼は、え、彼なの？特大サイズの肉巻きおにぎりは男の子だったんですね。嘘じゃん。嘘ね、スイッチオン。あの豚の脂が出るから多分引かんでいいんやろうけど、一応気休め程度にごま油にしました。ちょっと香りがね。あ、いい香り。良さそうでしょ。今焼いていきましょうか。はい、お願いします。入るかわからん特大の1個目から。すごい大きくなっちゃったね。いっちゃいましょうか。ああ、問題の彼、全然収まってないじゃん。ほら、もう暴れちゃってんだ。無理無理、押し込みます。押し込みで。はい。あ、押し込んだね。出ようとなってますね。本当だね。すごい音鳴ってるから、見に来ちゃいました。おう、熱気もすごいから目がしょぼしょぼしちゃう。スンスンしたいけど、これ以上は近寄れない。しょぼしょ。一旦戻ります。たこ焼きのやります。問題児。せやろ。うん、ない。つんちゃん来たよ。今から肉巻きおにぎりの見せ場でしょ。よし、タレ行ってみましょうか。はい、食べてきます。ここで完成間近の肉巻きおにぎりに焼肉のタレがじゅわーっとかかっているところを見るつんちゃんのリアクションが欲しいんでしょ。
煮だけです。はいはい、さっき紹介してた塩だれね、これを豪快にパーッと今からかけるんだね。甘辛いのよりさっぱりした味の方が好きだもんね、お父さんもお母さんも。いいですか、つんちゃん。あ、もう行きたいんだね。いいですか。あ、もう行く。はい、わかりました、どうぞ。お父さん、タレこぼさないようにね、じっくり丁寧にいって大丈夫だからね。おー、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 え、ちょっとかけすぎじゃない、お母さん。あれ、もう一度かけすぎ、まだかける、ほとんど言ったかんじゃない、っていうか、湯気がすんごい。え、この湯気はあかん、あかん。これはちょっと、出すぎだわ。うん。もうここで十分スンスンできてるし、机の方に行っちゃうとさ、タレがかかっちゃう。それはお母さん的にも良くないでしょ？ね、危ないよね。美容にも良くないしさ、やめときます。タレこぼさなかったね。めちゃめちゃいい。いや、大人ね。なんか、たこ焼きみたいだね。お父さん、あんまりこねくり回すとタレ乾いちゃうから、もう完成に向かってください。よし、じゃあ仕上げますか。ね、ちょっとこしょういきます。お父さん、振りすぎ注意ね。でおネギさんいきます。大胆に。二人ともおネギさん大好きだもんね。いい感じじゃん、いい感じじゃん。せっかくなんで盛り付けますね。はい。お腹空いてる？うん、空いてる。オッケー、できたね。よいしょ。まずはお母さんのスンスン。お父さんのはしなくていいや。できたね。できたね。よかったね。じゃあいただきます。どうぞ召し上がれ。え、ちょっと一口は熱いんじゃない、お父さん。一口はちょっといくらなんでも熱いでしょ。ほら、来た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 。熱いでしょ、お父さん。ちょっと待って、喋れないから熱くてってやつでしょ、今。ほら、来てるよ、来てるよ。ぐんぐん来てるよ。これ、口の上のとこ、やけどするパターンのやつでしょ、絶対。ほら、今、やけどしたよね、これ。よかった。これはうまいな。よかった。よかったね。また行った？熱いシェドね。熱いシェドね。シェドネつっちゃってんじゃん、もう。絶対またこれ、なんでこびないかな。ほら、喋れてないし、ほら、もだえてるし、お父さん、もう、懲りないね。何やってんだか。まだやってるし。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。とても嬉しいです。引き続き、ツンの成長を一緒に見守っていただけたら幸いです。チャンネル登録。グッドボタンよろしくお願いします。